じゃあ15年よ。だって今年ウルトラマンメビウス15周年やったら。15年だ。15年。まあ出会って15年、16年ぐらい。なるほどね。16年ってやばい。ほぼ半分ですよ、人生の。そうやな。俺にとっては。そういうことやな。そう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 。だって今、え、俊二がいくつ ?35 になるから今年。今34になるから。やろ。で、8月で35。35っす。だからほぼ半分。って考えるともうほぼほぼ人生の大半を知ってるよね。そう。だから俺、むしろ地元が長野だから、うん、長野の友達にやっぱなかなか会わないのよ。帰ることもないし、うん、俺が、うんうんうん。そう考えると、人生で親の次に付き合い長いからね。うん、ああ、親と実のお兄ちゃん以外で、そう。一番長いから。そうよな。だから、メビウスで会った時ってさ、要は、まあまあ、俊二とか他の、はい、メンバーはさ、みんなオーディションでさ、こう、受かってさ。そうそうそう。メビウス入るときに、縦稽古とかあったんですよ。で僕、先映画入ってたんですよ。ああ、そうやな。映画から入って、うん、で、映画やってる最中に、キャストが決まったっていうのを聞いて。あ、そうなんや。そう。で、映画撮り終わった後に東京戻って、じゃあ縦稽古しもみんなでしましょうっていうときは、うん、違う理由だったの。なんな？そうそうそう。うんうんうん。それがだから、なんか、いろんな大人の事情で、俺になり。そう。大人の事情っていうか、まあ、その子が降板したから俺になりやねんけど。まあ、そうですね。だから、俺とあなたが会ったのってあるよな、だから本当に。あれだ、マリナのサーキットのところですよね。多分。だから、のっけのシーンが多分、何サーキットあれ。モテギ。モテギ。で、俺なんでか知らんけど、その日だけ自分の車じゃなくて、ロケバスで行かなあかんくなって。うん、だから、渋谷かなんかで待ち合わせやって、新宿です。新宿やったあれ。はい、スバルビル前です。俺、渋谷じゃなかったロケバスの。新宿です、新宿です。俺忘れもしない。何が？朝じゃあロケバス着くじゃないですか。うん。で、ロケバス、ガシャーって開けたら、うん、もうカラスみたいな真っ黒なテカテカなロングのね、なんていうベンチコート着て、サングラスこんなでっかいのかけて、うん、なんていうの、車の座席あるじゃないですか、うん。ヘッドのとこあるじゃないですか。ヘッドレストな？ヘッドレストの上に頭を乗せてこうやってる西田まさき。今でも覚えてる。俺が先にロケバスの中にいたんですよ。おかしな話やんか、お前。後輩がお前、後から来るっておかしな話。早いんですよ、来るとか。何が？早いんですよ。俺は時間通りに行ってる。怖くて。うん。うわーって思って、青さまっす。うん。すーみたいな。うん。すー。で、もうちょっと、もう怖いから、うん、もう話しかけるの、られるのも嫌やなと思ったから、うん、イヤホンして、でももし話しかけられたらまずいなと思って、音量全部切って、すぐ対応できるように。2時間ぐらいずっと音なしの状態でイヤホンしながら話しかけられてもいいようにってぐーって待ってた。うんうんうん、運転手さんと俺とマッチョだけだったんですよ。そんなんやったっけ？そうそうそう。それが、要は初めての出会いやもんな。初めての出会い。で、なんや、なんで仲良くなった？じゃ最初は違うんですよ。うん、あ最初は、うん、ジョージと仲良かったんですよ。お前同士だったからな。そうそうそう。うん、で、俺は、鉄平とかで遊んでたんですよ。若干年近いからな。そうそうそう。うん、一個差だから、うん。仲良くなったきっかけっていうのは、その、うん、まあ、俺と、うん、まあちゃんと楽屋が一個一個だったじゃないですか。うん。で、俺とお前は楽屋一個ずつやったな。他男子二人、女子二人っていう感じだったんですよ。あったな、あったな、あったあった。寂しかった。お前がな。はい。うん、で、俺がスタッフさんに、一人じゃ寂しいんで、うん、西田くんと、楽屋を一緒にしてくださいって言って、うん、そっから一緒になったんですよ。違う違う、お前が勝手に一緒にしてくれって言っただけやろ。そう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 。俺そんなこと言うてないで。俺は言いました。で、俺の個室はなくなったわけやな。そうそうそう。個室やったのに。そう。でも、そっからじゃないですか。それきっかけかな。それきっかけで、うん、ちょっと、じゃあ、なんか、いろいろ、遊びを教えてもらって、うん、で、そっから、俺がロケバス乗らなくなって、主役なのに入りが早い。バカ、主役は入りが早いよ。でも、西田まさきと一緒にいれば、入りが遅くなる。いやいや、それはお前、俺のイメージ
ージが悪いやん。俺がわがまま言ってるみたいな。じゃないじゃん。ロケバスが行って、うん、で、その他の隊員をセットして、メイクとかして、うん、その後に自家用車で来るから、うん、後なわけじゃないですか。そのメイクの時間をずらすために。そうそうそう。普通そうやから。イメージ悪くないじゃないですか。そういうことを言わないと、俺がお前わがまま言ってお前なんか勝手に遅れてるみたいな。それで、車で一緒に行くようになって、うん、で俺が運転して行ったりして、うんうんうん、現場行ってたんですよ。行ってたな。ありとあらゆるとこ行ってたな。そう。行ってたよね。で、時には車の窓が閉まらなくなったりとか、真冬に。あれ？お前おったよな。いた。あれなんでやろ？壊れたよな。壊れた。車の窓が閉まらなくなっちゃった。で、極寒の中、窓フル全開やったよな。呼んで。うん。ジャフ呼んで。え、でも、車も走ったん走ったの。窓が閉まらなかったの。真冬にな。そう。で、日本車乗ってないからさ。うんうんうん。部品がなんか取り寄せがどうのこうのとか、また誰。その時あったわ、そんなことも。で、なんか、ね、俺が、透明で、こう、なんかスピード違反で捕まったりとか。それはあれやんか。渋滞の帰りやろ。そう、ゴールデンウィーク明けですよ。うんうんうん。だからゴールデンウィークに受会で撮影してて、そう。だからリサちゃん売れたな。リサちゃん売れたね。リサちゃんはウルトラマンメビウスに1話だけ出てた。ゲストで出てんのよな。そうそうそう。その時は全然、言ったら悪いけど、全然売れてなかったよな。そう。俺も一言も会話した記憶ない。全然売れてなくて、普通の素朴な女の子というか。俺で、なんかリーサちゃんと、別の番組でその後の何年かしてからね、うん、あの、任侠ヘルパーっていう、うん、作品で、うん、あの、なんていうんだろうな、彼女じゃないけどな、そういう役だった。へぇー。で、ウルトラマンの話一切出なかったから。マジで一切してない。お互い忘れてた。ぐらい、印象がなかった。いや、向こうは覚えてるやろ。かな。うん。言いたくないだけで。他のメンバーってさ、今も、この間俺がグループラインを作った。そう、あれ、ちょ、あれさ、うん、そう、作ったじゃないですか、グループラインって言って、うん、メビウス会っていうグループラインを作って、うん、作ったよ、俺がな。ウルトラマンの時に隊員が、まあ、みんな入ってるわけじゃないですか。うん、あと2名。あれ、なんすかいや、じゃあ、まあ、招待するのはいいんですよ。うん、で西田正樹筆頭に、メビウス会が作られたわけじゃないですか、グループライン、うん。一応な、一応な。何にも書かないから、みんな何のことやらっていう、とも思ってると思う。違う違う、だからそれは、あと2人メンバーが入れば、隊員が6人揃うわけやんか。今4人入ってるから。俺含め。あ、そうですね、そうですね、そうですね。あと2人。今4人、あと2人隊員が入れば、一応、隊員は、繋がるわけやんか。はいはいはい。そしたら、なんかこう、文字を打っていこうかなと思ってんだけど、今2人招待してるけど、なかなか入りやがんねんね。あれ1人？ 1 人招待しないんすよ。え、誰招待してんの俺。え、好み。してる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 。嘘だ。してるって。嘘だ。うん。俺昨日見た気がする。あ、お前、この身招待してないやん、ほら。今招待するわ。ひどいわ。俺なんでやろうと思ってたんですよ。あ、それは、なんで好みないんだろうと思って。いや、忘れてただけ。そう。で、だからメビウス会っていうのを作ろうとしてんねんけど、まあ、なんでって言われると、なんでやろうな。何するんすか？いや、ほんまはだから YouTube で、この YouTube で、隊員全部集めたいねんけど、出れない人が多いのよね。あ、まあ事務所関連とか。もうそうやし、マリナとも喋ってんけど、マリナはもう芸能界引退してるから、フルモザイクならって言ってるわけよ。なんで？フルモザイクで、電話でいいじゃん。やったら。あ？電話。電話はできるよ。
電話してる。フルモザイクだったら別に電話でもないです。音声だけど。まあね、どっちがいいんやろな、見てる人的には。フルモザイクでもいいから、揃ってるのを見た方がいいのか。それ見てる人はそうでしょ。音声だけの方がいいのか。まあ、そのウルトラマンのファンの子はモザイクでもいいから見たいって言うだろうけど、別に俺からしたら別にどっちも同じなんて思う。うん、そうなのよ。だから、どっちがいいかなと思って、すごい悩んではいて。まあ、今年だからそのメビウスがオンエアから15周年やろ、うん、で、君がさ、芸能界を引退してるから、うん、その、メビウス15周年の何かっていうのが、多分、つぶらや的には企画ができないわけ。うん、だから、まあ、じゃあ、なんか、15周年企画的なものをなんかこう、立ち上げたいねと思って、うん、そのメビウス会っていうグループラインを作ったんやけど、うん、いかんせん、なかなかね。いや、なんも稼働させないと思うんだって。どう稼働させようかなって今思ってる最中。体調ですよね。一応ね。そうですよね。うん、一応その、発起人。うん、体調がね、発起人であり体調である、西田正樹がなんかボンって入れないと、うん、何のこっちゃって思ってるわけですよ。いや、だから、発起人が頑張ろうとはすんねんけど、いかんせん何しようと。で、まあまあ、この間太陽君とも話したけど、要は、うちらのメビウスは15周年やけど、コスモスは20周年。で、ティガは25周年なわけよ。はいはい。初代ウルトラマンから考えると55周年なわけよ。そうですね。うん。って考えると、要はその歴代の周年が被ってるから、つぶれ屋的には多分何もやらないんじゃないかと。ああ、じゃあ、どこをピックアップするっていうのができないんだ。そう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 。太陽君15周年の時は何もやらへんかったらしいから、つぶれ屋が。だから、やるとしたらもう個人的になんかやるしかないのかなと思うんだけど、じゃあ。今年はやってんの？クズマス。何を？なんかやってんの？太陽君。やってない。やってない。うん。なんか20周年で、つぶらやの公式 YouTube があるんだけど、そこでメビウスはこれから毎週、火曜日と何曜日かにアップされるらしい。50、60本ぐらい。なんだろうね。まあまあ、だからマリナも、要は、好みももうお母さんになってるわけ。で、マリナに至っては引退してる。好みはまだ引退してないのかな、一応。わからへんけど。てっぺん知ってる？マクドナルドの CM 出てるって。今知ってる？見た。俺も見て、あれこれ鉄平ちゃうと思って。そうそう。なんかサラリーマンのスーツの格好してさ。え、鉄平結婚した？知らん、してないじゃん。ジョージは？ジョージはしてない。女性陣はみんな結婚してた、女性陣は。うん、ねえ、みんな結婚しない、結婚しない、結婚しない、離婚してるって。おう、よかった。ええやんけ。結婚してないというくくりで別に。そこを俺別に離婚してるにしたらさ、お前。ややこしい。ただただお前、席は入ってないねんから今誰と。いやなんか YouTube 見てるとちょいちょい離婚ネタ挟むなと思ってて。挟んでないわ。挟んでる。ちょっとなんか傷つくみたいな。挟んでない。ぐさみたいなのがあるじゃないですか。挟んでない。挟んでない。な、何しよう。まあでもできることって、でも座談会ぐらいしかないけどね。だからメンバー全員集めるぐらいしか無理よな。座談会してマリナだけ、あれ。フルモザイク。ガラスが。ああ、よくある、よくあるやつな。パネル用意せなあかんやけど。何したい？そういうのこそコメントいただければいいんじゃないですか。あればじゃあ、コメントで言ってくれれば、できることならやるよな。